どうも、ハギです。今回はですね、皆さん気になっているであろう、トレーニングマスクの実証レビューについてお話ししていきたいなというふうに思います。で、今回ね、なんとご協力いただける企業がございまして、こちらです。こちらのトレーニングマスクを使用して実証レビューを撮っていきたいなというふうに思います。で、このトレーニングマスクについての細かいね、内容については概要欄に貼っておきますんで、そちらの方を参照してほしいなというふうに思います。で、そもそもね、まずなんでこの動画を撮ろうかって思ったところなんですけども、以前、マスクとランニングっていうテーマで動画を1本配信しております。で、その動画なんで配信したかっていうと、当時、質問が結構多くて、マスクをつけて走ると、いつものランニングよりも苦しいから、心肺機能が高まってる可能性があると思うんですけども、ハギさんどう思いますかっていう質問をね、大量にこういただいたわけですよ。なので、僕の回答として動画を1本配信させていただきました。で、その時の答えとしては、市販で売られてるマスクを使用してランニングしたとしても、心肺機能は高まらないと思いますっていう話をさせていただきました。ただし、最後にちょろっとお話しさせていただいたのが、一部エビデンスを取っているようなトレーニングマスクの場合、心肺機能もしくは呼吸筋、ここら辺のアプローチをかけられる可能性があるかもしれませんって話をさせていただいたんです。そういった内容でね、動画を締めくったんですけども、となると、じゃあトレーニングマスク試してみたいよねっていうところでね、今回このトレーニングマスクご協力いただいて実証レビューをね、撮っていきたいなというふうに思います。で、今回ね、この実証レビューを撮るにあたって、まず先のお話ししたいのが、こう心肺機能と呼吸筋、この違いについてをね、まずお話ししたいなというふうに思います。で、細かい内容については端折らせていただいたんですけども、ざっくり言うと、この心肺機能と呼吸筋っていうのはイメージで言うとちょっと似たようなイメージがあるんですけども、内容は全然違うわけです。で、簡単に言うと、心肺機能っていうのは体内の酸素をこう送ってあげる能力のことを心肺機能って言います。一方、呼吸筋っていうのは、こう肺っていうのはそもそも肺自身で拡張することができないんです。で、周りについてる呼吸筋って言われてる、例えば横隔膜とか内肋間筋、外肋間筋っていうものがこう機能して初めて肺が動いてくれるわけです。その機能のことをこう呼吸筋っていうわけです。だから分かりやすく言うと、こう肺活量みたいなもんですよね。一応皆さん、ふーってどれだけ酸素を吐けますかっていうので、試したことがあると思うんです。計測したことあると思うんです。その肺活量に近いものかなと思います。で、心肺機能は体内で酸素を送るような能力で、呼吸筋っていうのは、こう酸素をこう吸う力とこう吐くような力みたいなものでね、こう分けてもらうといいのかなというふうに思います。ここがね、まず大きく違うので、分かってほしいなという部分です。で、それを踏まえてね、今回ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、これね、中身がね、これになります。じゃん。すごいっしょ。なんか豪華だよね。もうダース・ベイダーみたいな感じ。これがね、トレーニングマスクになります。で、実際ね、今ちょっとつけてみたいなと思うんですけども、ただこれね、つけるところが、こう、ゴムラバーになっていて、かなりね、フィット感が高いので、声が外に全く漏れないんですよ。なので、これをつけたまま話しても、動画としてね、音声が多分取れないので、ちょっとね、つけた感じだけ見せたいなというふうに思います。こんな感じです。声届いてるかな？声届いてます？多分届いてないよね。こんな感じ。こんな感じですね。多分声が届いてないので、一回ずつ。っていうような感じなので、声がね、ちょっと通らないと思うので、外してね、お話をしていきたいなっていうふうに思います。で、今回ね、これを使用して、軽い運動と、筋トレみたいなものを行いました。で、相当フィット感が強いので、これをつけて、強度なランニングとかおそらくできないですね。めちゃくちゃ苦しくなっちゃいます。で、一部付属で、こういうね、バルブみたいなものがついていて、こう、酸素をこう絞れるんですよ。強度をね、段階をつけられるんです。1から6段階ぐらいまでこうつけられるんですけども、一番軽いものにしたとしても相当苦しいので、これをつけてポイント練習っていうのはやっぱ困難なので、僕の場合軽いジョギングとウォーキング、あとはこう筋トレとかの時に使用したレビューをね、撮りたいなというふうに思います。でも先に結論をお話しさせていただくと、このトレーニングマスクを使用して運動しても心肺機能に関して言うと
高まらないと思います。これは僕の勝手な意見になりますけど、心肺機能の面でいうとおそらく高まらない。で、以前の市販のマスクと同様で、こう心拍を計算するような、計測するようなね、器具をつけて、試しました。なんで、これトレーニングマスクをつけた状態と、つけてない状態での、この脈のね、拍数とか、いろいろ計算したんですけども、おそらくそういった面で言うと、心肺機能はね、高まらないのかなというふうに思います。ただ、ポイントとしては、呼吸筋、こっちに関してはね、十分アプローチできるかなっていう可能性があると思います。で、実際に筋トレね、しながら、これをつけて筋トレをしたんですけども、最初はやっぱ相当苦しいんですよ。で、筋トレでさえ腕立て伏せでさえ継続してできないぐらい、途中休憩しないと呼吸がこう入ってこないぐらい苦しかったんですけども、ずっと使用してることによって、もう通常に筋トレぐらいだったらできるようになってくるんです。つまりは、このトレーニングマスクに慣れてきたわけですよね。で、こう慣れてきたのはどういうことかっていうと、僕の感覚で言うと、酸素をしっかり取り組めるようになったような感じ。だから呼吸筋をしっかり使って、普段使えてないような呼吸筋をより使って酸素を入れる、酸素を出すっていうようなことがね、なってきたのかなと思います。それがこのトレーニングマスクを継続して慣れてきたって感覚に使っていくのかなというふうに思います。なので僕のこのトレーニングマスクを使用した感覚で言うと、心肺機能を高めるようなマスクにはならないけども、呼吸筋、肺活量とかを鍛えるようなマスクとしては十分活用できるというふうに思います。なので僕のね、このトレーニングマスク、まあこれに限らずね、トレーニングマスクの使用の方法としては、こう心肺機能を高めるためにランニングの時に使うっていうよりかは、普段の何気ない運動、まあヒートトレーニングとか筋力トレーニングとか、そういった時にトレーニングマスクを使用して、こう呼吸筋を鍛えてあげるっていうところはね、かなり効果があるのかなっていうふうに思います。まあ市販のマスクで言うと、呼吸筋へのアプローチ結構ね、呼吸がこう漏れたりするので、相当これは苦しいので、かなりね、意識的に呼吸をね、吸おうと思わないとこう吸えないので、相当ね、呼吸筋を使ってるなって感覚があります。それぐらいかなり強度の高いものになるので、まあ呼吸筋をね、鍛える面で言うとかなり効果があるのでね、ぜひね、呼吸筋を鍛えたいなって思ってる方はね、試してみるのもありなのかなっていうふうに思います。まあもちろんね、肺活量が多い、強い方がもちろんマラソンにはね、有利だと思います。酸素をより多く取り入れられるし、より酸素、まあ、吐き出せればこう吸えるわけですから、吐き出せる力っていうのはね、相当マラソンには有利だと思います。まあ、トップランナーのね、日本代表とか世界で活躍するランナーの肺活量って半端ないってこう言われてるぐらいですから、まあ、肺活量を鍛えるって面ではいいのかなって思います。まあ、普段、このトレーニングマスクを使用して、肺活量、呼吸器をね、こう鍛えて、普段トレーニングの時に外して、その、鍛えた呼吸器を使ってあげるっていうね、アプローチの仕方がいいのかなってに思います。まあ、ぜひね、まあ、心肺機能はね、高まりにくいかなと思うんですけども、呼吸器へのアプローチは十分可能性があると思うので、まあ、そこでね、試してみたいって方がいればね、ぜひトレーニングマスク試してほしいなっていうふうに思います。